皆さんこんばんは。今日は6月26日土曜日です。ラジオを聴きの皆さんにいかがお過ごしですか。では最初に今日お伝えするニュースの項目です。タイ航空は来月の9月まで海外16カ所に旅客便を運航する予定です。保健庁がタイ国内での COVID-19 ワクチン配分に関する原則を説明しました。国際通商交渉機関はオンラインで ASEAN カナダ自由貿易協定に関するブレインストーミングを行いました。商務省はモザンビークとの貿易投資関係を強化するための交渉を進める意向です。では最初のニュースです。タイ航空は来月から9月まで海外16カ所に旅客便を運航する予定です。タイ国際航空は先ほど旅客からの需要増大に応えるため来月から9月までの間次の16カ所に旅客便を運航することを発表しました。その内訳はバンコク成田線を毎週火曜木曜土曜の3往復、バンコク羽田線を毎週水曜金曜の2往復、バンコク関空線を毎週水曜木曜土曜の3往復、バンコク名古屋線を毎週木曜土曜の2往復、バンコクソウル線を毎週木曜土曜の2往復、バンコク台北線を毎週水曜金曜日曜の3往復、バンコク香港線を毎週水曜木曜金曜土曜日曜の5往復、バンコクラフォール線を毎週金曜日曜の2往復、バンコクダッカ線を毎週金曜日の1往復、バンコクマニラ線を毎週火曜木曜土曜の3往復、バンコクロンドン線を毎週水曜日曜の2往復、バンコクコペンハーゲン線を毎週水曜日曜の2往復、バンコクフランクフルト線を毎週水曜土曜日曜の3往復、バンコクパリ線を毎週土曜日の1往復、バンコクチューリッヒ線を毎週水曜日の1往復、それにバンコクシドニー線を毎週水曜日曜の2往復となっています。最高数ではこれらに加えムンバイ、ニューデリー、チェンナイ、シンガポール、ソウル、大阪、それに成田に貨物便を運航することにしています。タイ航空のフライトスケジュールに関する詳しい情報は同社のウェブサイト worldwideweb.thaiairways.com でも見ることができます。次に保健庁がタイ国内での COVID-19 ワクチン配分に関する原則を説明しました。疾病管理局のソーポン・イエヌ・シリターボン副局長は COVID-19 ワクチン配分に関する原則について、ワクチンの配分は科学的な情報に基づきターゲットとする人たちのグループの優先順位を決めている、今月7日から全国での大規模接種が開始されているが、そこでも予約制で高齢者や7つの慢性疾患を抱えている人たちを優先するという方針をとっている。加えて感染拡大の防止と新学期の開始に備えるため、教師や教育関係者、公共交通機関で働いている人たちといった特定のグループへの接種も優先して行っていると説明しました。今月21日から1月2日までの間にはシノバック社製のワクチン200万回分とアストラゼネカ社製のワクチン150万回分の接種が行われる予定です。次に、国際通商交渉局がオンラインで ASEAN カナダ自由貿易協定に関するブレインストーミングを行いました。国際通商交渉局のオラモン・サップ・タブイタム局長は、一般国民や民間企業、それに ASEAN カナダ自由貿易協定交渉に関心を持っている人たちを含め、さまざまな立場の人たちからの意見を聞くため、同局がテレビ会議システムを通して ASEAN カナダ自由貿易協定についての
ブレインストーミングを行ったことを明らかにしました。このセミナーでは商品および農産物取引、サービス、投資、政府調達での取引、新たな交渉、それに保険および公衆衛生関連の事柄の4つの項目が主なトピックとして取り上げられました。アセアンの関係閣僚が今年の9月にカナダの貿易大臣と会い、アセアンカナダ自由貿易協定交渉の開始についての検討および決定を行うことになっていることから、このセミナーでまとめられた結果は、アセアンカナダ自由貿易協定交渉に向けたさらなる研究に利用されることになる見通しです。次に、総務省はモザンビークとの貿易投資関係を強化するための交渉を推し進める意向です。タイの外相らは、タイとモザンビークとの間の貿易と投資を拡大および貿易と投資に関する障害を解決する方法について話し合いました。双方は貿易と投資を促進させることの重要性を認識したとともに、今後2国間での投資条約および二重課税免除合意の締結についての検討を行う意向です。一方、タイの民間部門は生殖産業向けの植林を含め、さまざまな面においてモザンビークに投資することに関心を示しています。モザンビークは2017年、タイにとって世界で75番目、アフリカにおいては11番目に大きな貿易相手国でした。この年、両国間の貿易高は2億1984万ドルで、前年比で 37.9% の伸びを示しました。その内訳は、タイからの輸出が前年比 37.8% 増の2億405万ドル、モザンビークからの輸出が前年比 39.3% 増の1579万ドルでした。モザンビークはタイが最も多くの投資を行っているアフリカの国ともなっています。今日お伝えしたニュースは次の通りです。タイ航空は来月から9月まで海外16カ所に旅客便を運航する予定です。保健庁がタイ国内での COVID-19 ワクチン配分に関する原則を説明しました。国際通商交渉局がオンラインで ASEAN カナダ自由貿易協定に関するブレインストーミングを行いました。商務省はモザンビークとの貿易投資関係を強化するための交渉を推し進める意向です。続いてニュース展望です。今日はタイと中国が腐敗防止に関する国際協力について議論というニュース展望をお伝えします。国家腐敗防止委員会 NACC のマチャラポンのプレソン・ダシャキット委員長は、今月18日、中国の汚職防止機関国家監督委員会 NSC の風水副委員長と話し合いました。バンコクの北ノンタブル県にある NSC の本部でテレビ会議を通じて行われたこの話し合いでは、腐敗防止に関する国際協力についての事柄にも触れられました。 NSC は中国で最高の腐敗監視機関であり、 NSC は腐敗との戦いに責任を負っているタイの主要機関です。話し合いの中で双方はお互いの腐敗防止活動経験に関する考え方を共有しました。タイと中国は共に国連腐敗防止条約 UNCAC を批准しています。この条約では腐敗防止に向けた取り組みへの国際協力を促進することの重要性が強調されています。タイは10の腐敗防止機関から構成されている腐敗防止東南アジア締約国の積極的なプレイヤーであり、国連腐敗防止条約の履行に関するベストプラクティスや経験を交換する上で主導的な役割を果たしています。タイと中国の双方はまた、国際的な汚職事件を取り扱うに対しての財産の返還や情報交換、それに腐敗防止トレーニングの開催等、二国間協力についても話し合いました。
中国側はまたこの機会に来年タイが主催するアジア太平洋経済協力 APEC 会議を支援する旨も表明しました。今日はタイと中国が腐敗防止に関する国際協力について議論というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオ対談の宮井義明でした。